私のたった一つの望み、可能性の獣、希望の象徴。父さん、母さん、ごめん。俺は行くよ。準備完了。強制解除。増幅するマシンなんだ。お前はそのために作られた。人の心、悲しさを感じる心を知る人間のために。だから怒りに飲まれるな。俺は彼女を止めたい。止めなきゃならないんだ、ガンダム。俺に力を貸せ。
られるな、ユリコ。ニュータイプが新たな人の形であるなら、それを見分ける力は今の人間にはないと思います。だから俺や彼女があなたが求める資質を持っているかどうかなんてわからないし、何が最善なのかもわかりません。でも先にあるものを一人の人間として、人を、人の持つ可能性を俺は信じたい。
球と宇宙、この世界に住まうすべての人たちへ。私はミネバ・ラオ・ザビです。このような形で皆さんに語りかける無礼をどうかお許しください。私はかつてジオン公国を扇動したザビ家の血を継ぐ者です。しかしこれから私がお話しすることは私の羊とは何ら関係がありません。今日私は連邦政府の根幹に関わるある秘密を知りました。この世界に住む一人の人間として私はその秘密を皆さんにお伝えしようと思います。宇宙世紀の開闢とともに発布された宇宙世紀憲章、連邦政府の礎であり政策決定の要石たる石碑のことは皆さんもご存知でありましょう。96年前、首相官邸ラプラスの中で作られた。それは直後に起こった爆破テロによって失われたと信じられてきました。しかしそれは失われてはいなかったのです。レプリカの石碑がダカールの議事堂に飾られる一方で、オリジナルの石碑は長い間隠されてきました。ご覧いただきたい。今私の後ろに映し出されているのがラプラスで作られた本物の宇宙世紀憲章なのです。お分かりのことと思います。本物の宇宙世紀憲章には私たちが知らない一章が付け加えられていました。将来宇宙に適応した新人類の発生が認められた場合、その者たちを優先的に政府運営に参画させることとする。未来と題されたチャプターにはそのような条文が記されていたのです。無論これはニュータイプを指していったことではありません。宇宙に進出した人類はその認識力を拡大させ、誤解なく分かり合えるようになる。ジオン大君がニュータイプ論を提唱するのはこの憲章が作られてから40年以上も経ってのことです。ラプラス事件とともに葬られたこの一節は遠い未来に手向けられた祈りでしかなかったはずなのです。でもその偶然の一致がこの憲章を呪いに変えてしまいました。この一節がジオンのニュータイプ論と結びつけられ、スペースノイドの独立運動を刺激したらどうなるか。最初はラプラス事件の真相を語るものでしかなかった石碑は、その時から連邦政府を覆しかねない恐怖の的になったのです。連邦はその存在を恐れ、石碑を手にしたビスト財団と共謀のもと、これをラプラスの箱と呼んで封印してきました。それは悪しき行為であったかもしれませんが、平和を維持するためにはやむない決断でもありました。しかしそれが制度として受け継がれていった結果、箱が持つ本来の意味は失われ、ニュータイプ的なものを忌避する神聖だけが根付いていったのです。一年戦争という悪夢を経て、その神聖は連邦政府の硬直性そのものになりました。あと数年のうちにジオンの名を持つ国家は消滅し、ニュータイプ神話も歴史の闇に埋もれてゆくでしょう。それは良いのです。この事実の公表をもって連邦を糾弾し、ジオン再興に結びつける意思は毛頭ありません。もしそのようなことを考える者が現れれば、ミネバ・ザビの名において粛清をすると宣言しておきます。そのようなことではないのです。ラプラスの箱とは、人の善意を収めた箱でした。100年前、私たちスペースノイドは、善意とともに宇宙に送り出されたのです。両親を慰めるための欺瞞でも、
結果に責任を持てない祈りであったとしても、そうせざるを得なかった人たちの心に思いを馳せてみてください。少ない選択肢の中から最善と思われるものを選び取り、後世に一縷の願いを託す。ことの大小の違いはあれ、私たちも日々彼らと同じ葛藤を繰り返しています。箱を残したのも、封印したのも、解放したのも、みんな人が成したこと、すべて私たち一人一人の罪であり、打算であり、破滅にも希望にも転じる可能性なのです。よりよくありたい、理不尽を退けたいとする人の思いが、この世界を少しずつでも前進させてきました。そうして発達した文明を地球が支えきれなくなった時、私たちの父祖は増えすぎた人間を宇宙に送り出した。君民のそしりを免れぬ行いではありましたが、その根本は人と地球を生かしたいとする善意なのです。将来宇宙に適応した新人類の発生が認められた場合、その者たちを優先的に政府運営に参画させることとする。西暦最後の夜、宇宙世紀憲章の末尾に付け加えられたこの一節も、また限りない善意によって紡がれたものだと言えましょう。すべては善意から始まりました。これを善意に帰結させられるか否かは私たちの心持ち一つです。私たちが変われば世界も変わります。ニュータイプにならずとも、私たち一人一人が感じる心を持ち、環境に応じて変化できる力を持ち合わせているのです。人間の業を否定してニュータイプの地平に救いを求めても何も始まりません。不便でももどかしくても、血の中から紡ぎ出された善意をつなげてゆくしかない。必要なものはすべてこの体の中に備わっているはずなのですから。かつてリカルド・マーセナスは言いました。他人の書いた筋書きに惑わされることなく、内なる神の目でこれから始まる未来を見据えよと。あれから100年近い時を経て、私たちは再びスタート地点に立っています。私の言葉は私のものでしかありません。この放送をお聞きの皆さん、どうかご自分の目で真実を見極めてください。そして100年前の人たちがそうしたように、善意を持って次の100年に思いを馳せていただきたいのです。私たちの中に眠る可能性という名の神は